ガリシア州内のイチバルドドゥブラは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカデサンピアーゴに属する。ガリシア統計局によれば2013年の人口は4136人で、人口はここ数年減少傾向にあり、2011年の人口は4313人、2009年の人口は4423人、 2008年は4481人、2007年は4515人、2006年は4580人であった。住民故障は、ダバース、エサ、もしくはバルデバース、エサ。カスティーリア語表記は、バジェデルダブラ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.44%。バルドドブラは、アコルーニア県の中部に位置し、 コマルカでサンティアーゴに属している。北はトルドイアと東はトラソと南はサンティアゴでコンポステーラとアメストアバーニャと西はサンタコンバの各自治体と隣接。自治体中心地区はベンビブレ教区のベンビブレ地区。バルドドブラはオルデス司法管轄区に属す。住民は12の教区の99の地区に居住する。自治体は1835年武者の名称で。 創設された。1960年に、現行の名称バルド・ドゥブラに改称された。自治体市長は、ガリシア国民党のラモン・カミーロ・バレーラ、マリーニョ、自治体表議員は、ガリシア国民党、6、ガリシア民族主義ブロック、4、ガリシア社会党、1となっている。バルド・ドゥブラは12の教区に分けられる。太字は、 自治体中新地区のある教区、ありがとうございます。